カルロスモヤ・リョンパールとは、スペイン・パルマ・デ・マヨルカ出身のプロテニス選手。1998年全仏オープン男子シ,シングルス、優勝者である ATP ツアーでシングルス20勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス1位。身長190センチメートル、体重86キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 非常に強力なストロークを武器にした。1995年にプロ転校。1997年前後をオープン1回戦で大会前年優勝者のボリスベッカーを破る。大波乱を演じ勢いに乗って決勝まで勝ち進んだが、ピートサンプラスに完敗して準優勝になる。当時20歳だったモヤは、 ロック歌手を思わせる挑発とダイナミックなプレーで一躍大会の人気者になり、ヨーロッパのアガシとまで呼ばれたという。1998年全仏オープン決勝で、アレックス・コレチャとのスペイン対決を制して4、大大開発優勝を達成。この年は、全米オープンでもベスト4進出を果たしたが、準決勝でマーク・フィリプーシスに敗れる。1999年3月15日付の、 世界ランキングでスペイン選手として初の男子シングルス世界ランキング1位となる。大会前年優勝者として望んだ1999年全仏オープンでは4回戦で第13シードのアンドレアガシに敗れた。その後もやの4大大会での活躍は少ないが2004年度には ATP ツアーのシングルスで三勝を上げ世界トップ10選手の座を維持した。またこの年は オリンピックのスペイン選手団の一員として2004年、アテネ五輪に単リ量部門で出場。後輩選手のラファエル・ナダルと組んで出場したダブルスは1回戦で、アンドレッサ、フラビオ・された組に敗れたが、第3シードで出場したシングルスでは、同大会優勝者となるニコラス・マスーとの、準々決勝まで進出した。デビスカップ決勝でも、 アメリカ代表のマーディ・フィッシュとアンディ・ロディックを破り、デビスカップ・スペーン代表の優勝に貢献した。2010年に足の故障を理由に現役を引退した。私生活では2010年に女優のカロリーナ・セレスエラとの間に女児が誕生。2011年7月に結婚している。2016年はミロシュ・ラオニッチのコーチを務め、ラオニッチの世界ランキング3位への躍進に貢献した。 2017年からラファエル・ナダルのコーチを務めている。強力なストローク力、リターン力を生かしたストロークプレイヤーで、ストローカーとしてはサーブも強力であった。スペインを代表するプレイヤーの一人。1993年全仏オープンと1994年全仏オープンで2連覇したセルジブルゲラの後を受けて、1990年後半に1998年、 全仏オープン優勝、1997年、全豪オープン準優勝、1998年、全米オープンベスト4等と活躍。スペインには、クレーコートが最も多いため、回転量の多いトップスピンでひたすらボールをつなげ続ける、守備的スタイルが主流であったが、モヤは、ヘビートップスピンはそのままにより激しくボールを叩くことで、攻撃性を増したテニスを実現。 クレイコートだけでなく、ハードコートでも通用する、スペインテニスに進化させたモヤの功績は大きい。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。